ははい、い、えー、こんにちは塾の久保です、えー、今回私がおすすめするのは、まあ、自民党の中にいてですね積極財政派を西田昌司さんと同じように、まあ、広めてくださっている安藤博さんですね、まあ、ご存知の方も多いと思いますけどもこの方の YouTube もねなかなか聞くべき点があって私はまあ 比べて申し訳ないんですけども、西田昌司さんのあの怖さとね、迫力とインパクトを、そちらの方が好きなんですけども、まあ安藤博さんも穏やかでありながら、ものすごくね、力強い発信をしてくださってます。で、今回ね、あの、私がこの動画をね、 動画の概要欄に安藤博士さんのお言葉をちょっと動画として URL 残しておきますけどもこちらの方でね私はちょっとね救いがあるなと思ったのはこの安藤博士さんは自民党の中にいて自民党の考えを変えられない自分にものすごくね熟知たるものを持っていると国民の皆様に申し訳ないと思っているでもいつかねこの私の力で自分の力でねやっぱりこう10万円全員給付ってもののタイミングが これからもあるんじゃないかなっていうふうに探してくださってるんですよね。まあ、ですので自民党の中にいて、やっぱり私たちの生活を考えてくださってる。まあ、本当にね、そう思うんですよ。それをね、あのー、何で人気取りのためにやってるみたいな、そういうふうなね、安藤さんのやる気をなくさせるようなことを言う人もいますけども、そうではないと。少なくとも言葉だけかもしれないけども、 まだね、実現したわけじゃないんだけども、私たちのことをきちんと捉えて、私たちの言葉をお、そのね、安藤さん自身の口から、その自民党の中にいてね、逆風ですよ。今みたいな積極財政のことを語るのは、ものすごく勇気がいることだと思います。多勢に無勢ですしね。まあそういうことをしてくださってるってことと、YouTube でしっかりと語ってくださってること、それで今回はチャンネル桜に取り上げられて、そちらの方のおチャンネルでね、お話しされてますけども、これもやっぱり勇気のいることだと 思うんですよ。もう自民党っていうのはやっぱりね、あのいろんな考え方を認めてくれるそういう風な政党でもあります。その中で今たまたま政権を取ってるのが緊縮財政とか。 プライマリーバランスとか、財務省万歳みたいな人たちだとは思うんですけども、そうじゃない自民党の姿も私たちはね、長い自民党歴史の中でずっと見てきたわけなんですよ。高度経済成長の時とか、田中角栄さんの時とか、まあいろいろとね、あの自民党ではあれはないんじゃないかとかね、そういうふうな見方はありますけども、私はね、やっぱりね、その自民党の魅力っていうのは、こういうふうな違った意見を党内にたくさん作っているってところだと思うんですよ。 うん、で、野党だとね、この考え方じゃなかったらダメですよ、とかね、言ったりね、こう、まあ、別れたりするわけですよ。同じ民主党が2つになったりも、最近もしてますからね。で、また 1, 1個になろうかみたいなことも言ってるわけじゃないですか。まあ、切相もないといえば節操もないんですけども、まあ、あの、そういうふうな住み分けですよね。自民党は、 自民党の中にいろんな派閥があるよとかね、いろんな野党がいるよみたいな。だから野党連合みたいなもんなんですよね。だからあらゆる角度に強みがあったりとかっていうのは、それは認めないといけない事実かと思います。ただ今ね、えー、こう自民党をまとめてる方たちっていうのが、いわゆるね、その、一般の国民とか、特に弱者にすごくね、辛いんですよね。勝者には温かいんですよ。 うん。敗者には何もくれてやらないみたいな。まあそういうふうな政党なんで、えー、やっぱりね、私たちの目から見るとなんとかならんかなと思いますけども、ただやっぱり弱者救済をするのがそれでいいのかっていうと、そうじゃないっていう意見もあるんですよ。弱者を救済して、いわゆる強者が力をそがれてしまうと、どうなるかってことも考えろっていうこともね、まあない考え方ではないんですよね。要するに、公平不公平とか平等不平等って考え方ありますよね。じゃあ、 平等とか公平ってものを本当に実現したらどうなるかっていうと、本当にね、体力のない人も最前線で働けって話になっちゃうんですよ。で、これは、じゃあ、公平なんですか、不公平なんですかってことになるじゃないですか。自分はたまたま体力があって、活動力もあって、あのー、若い。だからって言って、こんなにたくさん仕事を押付けるなんて不公平だって言われてるわけですよね。これはね、私が今ね、あのー、管轄してる町内会でもよく起きるんですよ。あのー、人数が多いのは、 年齢のの高い方70代80代の方代代ばっかりなんですよねでもそういう方は若い人にもうね任していかないとねっていうけど若い人ってすごく少ないんですよそれこそね10人もいないんですよ <laughs> だからさ若い人に任せるって言ってもその10人で全部やるってことかみたいなねで助け合い助け合いっていうけどもいや俺,俺ら30代40代別に助けてもらうことないんですよとむしろ町内会をやると助けてばっかりだと。 何にも恩恵がない、自分にはメリットがない、だから抜けるんだみたいな発想にもなるんですよね。だから本当にね、公平とか不公平っていうのは、なくすのがいいのか、それとも、ある程度はあ是正して、ある程度は、あのー、まあ、なんていうんですか、柔軟性を持たした方がいいのかね。そう,いう ったたこことともな、ね、ななかなか議論になるるだったりすすんですよ、ね、あ、ちょっと論点ずれましたけども、今回私がね、お勧めするのは、その安藤博さんなんですよね。安藤博さんも、私にとってはとても心地の良い発信をしてくださってます。ただ、西田昭治さんの方が私はまあ、好きなんですけどもね、ああいう風なね、こう、攻撃性のある方が、<laughs> 安藤さんはでも優しい方なんで、皆さん、あの、一緒に聞いていただいても、ああ、確かにな、嬉しいなって思うこともあると思うんですよ。ですから、今日はね、短い動画にしておきますんで、動画概要欄から、安藤博さん、 ままだだご存知なないいいい方はちょっとと見ていただきたき思います自民党の中にもねこういうふうな議員さんがいらっしゃるんだよってことをお知らせしたくて今回は動画にしましたまあ今ね自民党が全員ね悪い人に見えるのは、うん、そういう人がよく出てくるからなんですよまあ私が麻生さんのねうことを取り上げるからなんですよねきっとね麻生さんを見て自民党が全部ダメみたいに思っちゃう <laughs> 部分もあると思いますんでまあでも別の角度から今回はね自民党の方を見てみてくださいはいでは今回は以上ですありがとうございました